こんにちは、平畑フットボールクラブでございます。さあ、また J2 のこれから、25節を振り返っていきたいなと、思っておりますけども、先週ですね、ちょうどこう5連戦と5連戦の合間でちょっと、1週間間が空きましたけども、その間にこの平畑フットボールクラブでは、週休メガネーズの、お3人と、J2 の話もしておりますし、そして、J スポーツの土屋プロデューサーツッチーと、9月の月間 MVP そしてベスト11を、決めておりますので、もしよかったらそちらの方も、ご覧いただきたいと思います。ちょっと長尺、いや結構長尺ですけどもうおじさんたちサッカー好きだから止まんない。まあ、そんなところももしあのお時間のある方はぜひ、ご覧いただいて、そして、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは、J2 の第25節、5連戦の一発目振り返っていきたいと思います。スタート。さあ、ということで、5連戦のまた5連戦始まりますけれども、1戦目ということになります。第25節、一覧ご覧いただきましょう。どうぞ。さあ、ということで、まあ、全体的にパッと見ますと、こう0対0が、3試合と、いうことになりました。じゃあ上から見ていきましょう。まずは、山形琉球ですけども、3対0で山形が勝利しております。山岸選手のね、移籍がびっくりしましたけど、そんな感じをもう感じさせない、山形の攻撃力が非常に出たかなという、まあ、もちろんね、守備の部分で、熊本選手が、クリアしたりとか、野田選手がゴールカバーしたりとか、そんなシーンもありましたけど、山形の前線、ビンシュサールージョ選手が一番前で、渡辺龍馬選手、南選手、加藤選手というようなところでしたけども、かなり攻撃力が出たかなという感じがいたしました。さあ、そして大宮栃木、こちらは、0対0ということになりました。栃木の方は秋元選手が、出場停止ということになっていましたけども、0対0ということで勝ち点1ずつを、分け合ったということになります。松本、岩田、こちらもいろんな意味で注目されたかなという感じがしますけども、結果の方は0対0と、いうことになりました。まあ、なんで注目されたかって、まあ、もちろんジュビロ磐田に、ガンバ大阪から遠藤康人選手が、期限付き移籍でやってきたというところで50番つけてね、なんかこう、まあ、味方の選手、まあ、ジュビロの選手もそうですし、松本の選手もそうですし、まあ、スタジアムの人もそうですけど、遠藤選手どうすんのみたいな感じで、なんかみんながこう様子を伺ってるみたいな感じが、なんとも、言えない感じがしましたけども、ただ遠藤選手、なんか僕多分僕意識的だと思うんですけど、ガンバの時よりもなんかより丁寧にインサイドでパスをきっちり出していってたんじゃないかなっていう、そんな感じがしましたけど、多分それもちょっとメッセージかなと、これきっちり出していくことが大事なんだよっていうような、メッセージのような気もしました。ただこのゲーム、まあ0対0なんですけど、まあ、その遠藤選手にも注目いきますが、両ゴールキーパー、松本の村山選手、そしてジュビロ磐田の八田選手、好セーブでゲームをきっちりと引き締めたなという感じがしまして、ゲームの方は、0対0ということでした。京都サンガ FC 対アルベルクス新潟、5位と6位の対決、これ、後ほど触れますが、スコアの方は1対2で、新潟が勝利しております。徳島愛媛、四国ダービー2対0で、徳島が勝利しております。徳島強いっすね。もう何でしょう、もう緩急使い分けて、で、あれ行かないのかな、後ろでゆったり持ってるのかなと思ったら急にスピードアップしたり、後半ちょっと愛媛が前から行こうかなと、愛媛が行ったら徳島も行くっていう、なんかその行き方、戦い方がその時間の中でもいろいろ変えられる。で、また出たな、もうここで小西選手のことばっかり触れてるからあんまもう抑えとこうと思ったけど、小西選手が右サイドで受けて、でちょっと体半身で遠く見るんですよね。もうこれサイドチェンジだな、サイドチェンジすっごいいいミドルレンジのパス持ってますからね、サイド見て、みんなが、小西選手はサイドチェンジ出すなっていう時に、こっから真ん中にズコーンって差し込むんですよ。あれすごいっすね。あれすごい。もうなんか全然こっち見てて、ここの手前のスコーンって球入れる。あのパスすごいっすね。あれ見るだけでも価値ある。徳島、見事な勝利ということで、これで9戦負けなし。首位キープということになっております。
北九州群馬、0対0、北九州群馬は0対0ということになりました。北九州の方はディサロ選手が、スタメン復帰ということになって、惜しいシーンもかなり多くてスタジアムもわーっとこう盛り上がるシーンが多かったんですけども、群馬の方もセンターバックの、岡村選手と川上選手のこのコンビも、またこの試合でもしっかりとこの働きを見せて、ゲームの方は0対0ということになりましたが、北九州はこれで5戦勝利なしと、いうことになっております。長崎山口、これも偉い試合になりましたね。4対3で長崎が勝利しております。長崎の1点目、富樫選手のシュートで、ゴールが決まって、その後、山口の選手、まあ、田中パウロ純一選手とか、真鍋選手とかがちょっと腹心に、詰め寄ってどうなんですかみたいな話がありましたが、そこは詳しくは、J リーグジャッジリプレイをご覧ください。そちらで取り扱っております。まあ、そんなこともありながら、ただしかし山口この後あのまあ前半で2点返して、長崎が2対2になった後も、山口がまた、3点目取るという展開に、僕は山口はかなり、ここに来て、僕の感覚で言うと整ってきたなという感じがありますね。攻撃力結構すごいっす。まあ、確かにこのゲームは長崎が勝って、まあ、4点、まあ、山口からしたら4失点してるんですけど、まあ、ここ最近では失点も少なくなってましたし、攻撃なかなか面白いです、はい。ただ、長崎の方は玉田選手が途中出場で、1ゴール1アシスト、見事な働きで、長崎は2連勝と、まあ、これ長崎にとって大きい勝利になったんじゃないかなという感じがいたしますね。千葉水戸1対5、これびっくりですね。水戸パワー爆発、また出ましたよ。水戸パワー爆発しましたね。すごいっすね。山口選手も2ゴールで、まあ、今シーズンこれで10ゴール11ゴールになったわけですけども、いやー水戸すごいっすね。やっぱここはもうこの攻撃力パワーっていうのは本当に、今まで水戸ホーリーホックのことを水戸ちゃんと呼んでた方、やっぱりここは水戸恩中と呼ぶべきなんじゃないでしょうかね。J2 で一番、ゴール数が多いということになっております。千葉はちょっとこれショッキングな負けといいますか、ホームで水戸に敗れて、これで2連敗ということになっております。甲府福岡0対2で福岡勝利しました。これちょっとだけ後でいきたいと思います。さあ、そして、日が変わりまして、町田金沢、これが2対2ということになりました。金沢非常にこういい形で、2点先制して、金沢ペースかなという感じがしましたが、町田は途中交代の中島選手がゴールを決めて、平戸選手出ましたね。フリーキック右足の精度、見事に決めて、2対2、町田は8戦勝利はありませんけども、非常にこう波に乗れるような、追いつき方かなという、そんな感じがいたしました。そして最後は、ヴェルディ岡山0対1で、岡山が勝利しております。まあ、もちろんヴェルディらしいサッカーもありますが、岡山は岡山で岡山らしいサッカーもありますし、しっかり守ってチャンスを生かすという、岡山のサッカーが出たという感じで0対1で岡山が勝利しております。さあ、まずは京都、新潟、5位、6位の、対決ということになりましたが、新潟がやっぱちょっとここに来て充実してきたかなという感じがしました。まあ、前半は0対0でした。新潟は、なんかこう、いつもに比べるとというか、もう少し、まあ、10試合ほど前とかだと、サイドハーフの選手、例えば、本間志音選手であったりとか、中島元彦選手がもうちょっとこう中に絞ってたような気がするんですけど、ここ最近ではちょっと開き気味ですね。で、このゲームでも本間志音選手も中島元彦選手もちょっと開き気味で、そこに田上選手と早川選手のサイドバックが中に入っていくような形だから、まあゴールも1点目は新潟田上選手なんですけど、そのあたりも新潟のここ最近のちょっと狙いの一端が出たのかなという感じがしましたし、左サイドも本間志音選手と早川選手とのこの、このポジショニングとか、そのあたりもこううまくいってるのかな。で、新潟先制します。で、新潟はちょっとミス絡みでピーター・ウタカ選手に取られて1対1に追いつかれるんですけど、この途中出場の、ゴメスこと堀米選手決めましたね。やっぱりもともと左サイドバックの選手ですけど、まあ、ここ最近ではちょっとこうトップ下とか、2列目にこう使われるようなことありますが、ここで結果を出してベンチと一緒に喜ぶ姿というのは
なかなかやっぱりその堀米選手がこうチームの中でのこう慕われているというか、あとチームの雰囲気、それをちょっと感じさせるゴールだったかなという感じがしました。これで、新潟は5戦負けなし、そして3連勝ということになりました。さあそして、甲府福岡、こちらは0対2で福岡が勝利しております。これで福岡10連勝でございます。すごいですね。まあ、福岡、まあ、守備が強い、まあ、これ10分来ましたね、なんか、多分来てます、アディショナルタイムいきますね。福岡、守備が強いという話もいろいろさせてもらってますけど、このゲーム、攻撃良かったです、しっかりと守ってからですけど、そこからの攻撃、特に、まあ、石津選手、1ゴール、1アシストというのはありましたけど、石津選手も良かった、増山選手も良かった、そこに、まあ、もちろん遠野選手、ファンマ選手もそうですけど、ボランチの前選手、松本選手が絡んでというところ、非常に攻撃でも福岡、いい形を見せてたかな、そして、モンテディオ山形から加入の山岸選手もこのゲームで登場して、なんならファーストタッチでゴール決めちゃうんじゃないかなみたいな、シーンもありましたけど、まあ、僕、まあ、もちろん1試合で全然分かりませんが、山岸選手もフィットするんじゃないかなというのをこの1試合で、見せたなという感じがしましたし、福岡の充実ぶり、逆に甲府はちょっとまあ終盤、攻撃は見せましたが、ちょっと攻撃に厚みを作り出すことができなかったかなという感じで、ゲームの方は0対2で福岡が勝利したということになります。それでは順位表いってみましょう。このようになっております。徳島勝利、2位福岡も勝利、3位北九州は、引き分け長崎が勝利、アルエックス新潟も勝利ということで、この3位の北九州と長崎が今順位が並んで、勝ち点が並んでいるということになります。そして、新潟、長崎、4位長崎と5位新潟の勝ち点の差は6。ただ新潟上がってきてますね。ということでまだまだこれからどうなるか分かりませんが、5連戦の1戦目第25節の模様をお届けいたしました。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。